どうも障害収支マイナス億円くんですええー、昨日の動画でですね NHK マイルカップの予想を出しまして、はい、でこの予想が見事外れましてですからもし僕が馬券を買っていたらとんでもなく負けてたことになるんですけど買いました。 馬券を買いました僕は嘘つきでーすうわっきたレボリーふざけんなー誰やねお前あっあっしんどいしんどいよボケー どういうこといや、まずその、ごめんなさい、あの、馬券を買いました。ね。あの、はい。あんだけ買わへんって言ってたんですけど、買いました。買うだろう、だって。なあ。あんだけ予想したんだからよ。買うために予想してるんだよ。バカたれ、ハゲタコ うーんまああの何ですかえー、1着2着はねえ、まあ、パンパンと来ましてで3着の川北レブリーってやつが川北レブリーでやってましたっけやつがね18番人気のやつが来てこいつを買ってなかったんですよ144点も買ったのに抜け目なしよろしくでも144点買ってもこんかったらもう何してもあかんかったようん 何してんねん、マジで。俺、マキシマムザホルモン好きやのに俺、マキシマムザホルモン好きやから、川北で変えてたよう考えたら変えてたて。川北で変えてたよ。ゼンバリ野郎、やんでこい今日来いや。ゼンバリ野郎。 どこで何しとんねん、あのヒゲしんどいっすね。はい。あの、ええー、非常にしんどいです。もうなんか、頭飛びそうです。抜け目なしよろしくいや、でもねー、まあめっちゃ惜しかったんですよね、今回。いや、ほんまに、ほんまに、人生変えるんやったら今日やったな。 の意味でいやー人生変えれるチャンスってあんまないんですよ競馬やってても、ね、あの結局上位人気で決着するだけなんでね人生変えようと思ってもこんなことないで人生変えるんやったらあのだっていえ一1万5,000倍とかですか3連単ねえそんなつくんや 100円やったら150万円。ね。1000円やったら1500万円。1万やったら1億5000万いや、1万は変えてるな、ほんで。悔しい。1万は変えるぞ。いや、それもう3、あの、144.10万ずつはもちろん無理やけど。 さすがに。一万ずつで相当自信あったら変えてたな今回、普通に予想して、川北レブリー変えてたやつはもう、競馬下手やろ誰が変えんだ、あんなもん。前通りじゃないと辿り着かんよ。いやもう、それ、ガチ予想で川北レブリー入れてたーってやつはもう、競馬下手やで。 俺が言うのなんやんけどきついねきつい川北まあほんでごめんなさい川北レブリーの話ばっかしててあれなんですけどまあ本命馬はね普通にあのキングエルメスですかね六6着ぐらいでしたかね、まあ6着ってもちろんあのなんですか まあ掲示板にも載ってないし、まあ、大負けなんですけどただ俺の歴史の中の本命場ではまあまあ前戦した方6着は好成績や俺は褒めたいおめでとう <laughs> きついねじゃああのね17番人気入れてたのに3着目に。<laughs> 人気入れてない惜しいな17番人気入れてたのにな抜け目なしよろしくなんかね久しぶりにめっちゃ悔しいですそのなんかうわっていう悔しさというよりうわっていうリアルなもうわマジかっていう悔しさですよねいいやきつ全通りでよかった ほんでジャングロゲート内大丈夫やったか選ばれてヒヤッとしたよなんか俺がわざわざ話そらしてまで名前出した馬やからそんなジャングロもきついね唇もなんかいでとる朝朝起きてなんか 唇に黒いのついててあれ昨日なんかおにぎり食うたかなんですよののりついてるのかなと思ったら血が固まったものでした何のしさそれ黒手ボケなすやんはいえっとまあというわけなんでえとにかくまあでもこれねえ三連担当はまあどうなんやろうなおしない そろそろあったんちゃうかめっちゃ悔しいです、正直。で、燃えてます。そして、まあ、次回予告なんですけど、来週、私、馬券、買いません。はい。あの、これ、次回予告は初めてなんですけど、買わないです。それどころじゃないです、お金が。はい。なんで、 えー、馬券はもう買いませんので、はい、これちょっとね期待しててください買い目に出てるでしょ予想の成果が<ー>抜け目なしよろしく抜け目なしよろしく抜け目なしよろしく、えー、というわけで来週僕は馬券を買いませんし、えー、皆様一緒に引退しましょう競馬をどうもありがとうございました